一晩で35センチの雪が降った妙高市関山。車には多くの雪が積もり、朝から除雪作業が進められていました。午前10時時点の積雪は津南町で93センチ、魚沼市津門で85センチ、新潟市中央区で35センチなどとなっています。明日朝までに降る雪の量は多いところで山沿いで40センチ、平地で20センチなどと予想されています。また JR の在来線は信越本線などの一部区間で運転を見合わせています。気象台は雪崩、電線や樹木への着雪、路面の凍結に注意を呼びかけています。